はいどうも、りょうへいです。そして楠木です。久保空です。はい、お願いします。お願いします。はい、暑いね。暑いっす。暑い中ありがとうございます。本当に本当っすよ。来たがってたよ。はい、ということでずらーっと並んでますね、スラッガー、まあ、大久保くんが来てくれたということで僕は前日から連絡させてもらいました。スラッガーのグループたくさん持ってきてくださいと。はい、こんなに持ってきてくれました。まあ、これだけね、僕のですけど、ここが全部大久保くんので、でまだ家にもあるもんね。あ、でもファースト見た今。ああ、はいはいはい。まあ今日は楠木くんはね、スラッガー使ってるイメージがないんだよ、正直言うと。でも福岡だから、そう、小学校、中学校までは軟式で、愛用はスラッガーでした。はいはいはい。まあ江頭さんのね、本拠地が福岡だしっていう点では、今のイメージはないけど、もともと多分ね、当時は、うん、使ってたし、今はちょっとメジャーリーガーっぽ、まあ、はい、もちろんね、めちゃくちゃ持ってるし、使ってるし、で、僕もスラッガーね、すごい好きなので、ぜひぜひちょっとみんなで、あの、大久保君、今日グループ貸していただけるっていうので、まあね、軽くノック受けながら、ちょっとスラッガー談義とかしていければなと、はい、いうふうに思います。鳥さん、カメラマンお願いします。はい、あ、いいね。お願いします。お願いします。珍しいよね、翔平さんのカメラマン。はい、最近。まあ僕こういう手の企画はノック受けれて楽しいななんて。そうだ、練習にもなると思うし、まあ、あの、暑いんで無理な気がしないというように一緒に楽しくやっていきましょう。はい、はい、それではやっていきます。はいはい、じゃあね、まず簡単にね、今日使っていくグローブ紹介していこうと思います。これがどっちも DS1、 こっちも DS1 でね、はい、スラッガー初の小指2本入れ仕様、まあ、小指2本入れでも使えるよっていったような感じで、こっちが僕ので、こっちが大久保くんのです。なんでスラッガー自体はちょっと縦目だよね。珍しいタイプの縦目のグローブとなっています。じゃあ次の紹介をします。はい、こっちの蛍光が 25mm っていうグローブになりまして、オールスターモデルになります。はい、でこっちが公式用の MS1 っていうグローブになりまして、今は全然使えてないんですけど、結構浅めで広めで使いやすいです。でこれが、AR2 になります。で結構小型なんですけど、まあ、面が広い分扱いはかなりしやすいです。次が AR5 になります。結構スラッガーの中だとつかみのグラブになります。どちらかというと縦長のグローブにはなるんですけど、まあ、スラッガー特有の軽さがあるので誰でも使いやすいグラブだと思います。基本的にあんまりスラッカーって結構癖あるグローブ多いけど、あんまり癖あるの思ってないよね。そうです。じゃあとりあえず無理しない程度に元気よくやっていきますか。はいはい、じゃあ最初は僕自分のから使っていきます。自分も DS1、 はい、試合用ので、僕は当時のラベルはこれなんで、これ使っていこうかなと。はいっす、よし行こう。はい、はい、レッツゴー。クリッチー、クリッチー、取ってから。ありがとうございます。ありがとうございます。OK、じゃあまあね、僕はね自分のやつだったんで。まあね、最近ちょっと使ってなかったですけど、久々使えてよかったなと感じます。はい、次、まあ、自分の試合用グラブなんですけど、まあ、つかみに特化した固有 になるので結構使いやすいです。はい、いやー、人のなんで最初緊張したっすけど、しっくりくるっすね、やっぱスラッガー。福岡県民なんで血が騒ぐ。握り替え早くなかった、うん、思ったより浅いんで、ポッてこう握り替えはすっごいしやすい。これさ、前紹介させてもらった時も言ったと思うんだけどさ、人差し指だけ後ろに、ほらここがさ、はいはい、ここだけ手前一回に倒れてる、だから押しやすいんだもんね。すごい、このこれが、ああ、これが弾きやすい、やりやすい。じゃあちょっと借ります。はい、じゃあ次は僕は MS1 を、これもね、どちらかというと広くて浅めなポケットですね。なんか本当にショートっぽいような感じのグループ、はい、これはまあ広めではあるんですけど、なんかその限定の蛍光色っていうのが、なんか革が結構張りがしっかりしてるので、逆シングルも全然負けないグラブ。はい、僕はじゃあこれで AR5、 ここがしっかりしてるんで、すげえ逆シングルとか強そうだなっていう風に
思いますね。いいね。じゃあ全部掴んだら離さないね。よし行こう。これだけ、これだけちょっとタイプ違うけどね。あざーい。入り。はい。いや。なんかね、高校球児が好きそうだなっていう方。だからあの撮ってるのも、やっぱここでこっちじゃないんですよね。人差し指の下。ちょっと下あたりで今一球取っちゃったところにできたんですけど、だから押して取れる、多分そういう感じで型作ったと思うんですけど、はい、すごい、上手い人がやったらめちゃくちゃ握り替え早そうだな感じはしました。でこのグローブは結構こうやって掴めるんですけど、こうやっても いけるので万人受けするようなグラブだと思います。この感想はやっぱ背面が強いんで、こう勝負に行った時にガチって掴めるっていうか、勝負が怖くない。いや、いいグローブスミスラッカーやっぱはい、じゃあ僕はさっき楠木君が使ってた AR5 をお借りします。はい、で自分は AR2 を使います。逆に僕は良平さんが使ってた方で MS1 MS1 AR5、はい、使わせていただきましたけど、これ今までで一番好きです。スラッカーらしくないね、やっぱ。そうです。もうこうなんだよね。全然スラッカーらしくない。もうこっち指導で親指全く動かさないみたいな。はい。ウィルソンに近いけど広い、広いっていうような面白いグラブですよね。これはハマりそうですもん。ありがとうございます。でこれ自分 AR2 を使ったんですけど、まあ縦でもいけるので、ちょうど中心で補給しやすいから。これさっき良平さんが言ってたんですけど、握りやすい、握り替えしやすい。僕結構握り替え大事にしてるタイプなんで、これめちゃくちゃしやすいっすね。もうギリギリの勝負はこれ楽しいだろうなって思います。L7S よりちょっと小さくて、ちっちゃくてちょっと浅い、まあ、広いか、はい、横に広いグラブ。 L7S よりかは、はい、でも広い分やっぱ入るもしっかり入ってくれるもん、入ってくれるし、なるほど、すげえ万能だなって。やっぱスラッカーいいなってじゃあ次ラストぐらいにします。はい、じゃあ僕は 25MS オールスターモデルを使用させてもらいます。浅いんでめっちゃ緊張します。超浅い。自分が AR5、 結構掴みのグラブなので掴んでいこうかと思います。僕は DS1、 最近小指に挑戦し始めたんで、ちょっと使ってみたいなっていうところで使っていきたいと思います。はい、っす、はい、いきますか。ラスト元気よくいきましょう。ラスト2本ね。取ったよ、ちゃんと冬に難しいな。はい、おー、さっき打球速くなってくる。そうそうそう、掴んだら離さない今3人でね、ノック受けてきましたけど、僕最後に使ったね、これが 25MS だったんですけど、やっぱ浅かったんで難しかったです。スラッカー特有のさ、湯もみし終わって少し経った時の皮のしっとりちゃうとかっていうのはめちゃくちゃ一番伝わってきたなっていう感じがしたので、手に合う人は本当に合う方もしてるし、素晴らしいなというふうに思いました。で、まあ、僕の総括としては AR5 かな、一番良かったのはこれだね。 AR5 スラッカーらしくない方で、ちょっと高校生とかで向かないかもしれないけど、はい、草野球人にはめちゃくちゃ向きそうな感じがしました。なのでちょっと僕これで、ね、気になっているので、ちょっと暴れたら、もしかしたらこれを買う
とかな、スラッガーを買う時になったら可能性はあるので、いい参考にさせていただければと、あ、させていただきます。はい、はい、じゃあ各々ちょっと感想をもらおうかな。僕が最後使わせてもらったのが DS1 で小ユニなんですけど、シンプルに僕の小ユニがまだ慣れてなかった握り替えでしょ。けどなんていうんですかね、なんか小ユニ特有の縦長さみたいなのが思ったより感じなくて、僕はなんかどっちかというとこう横の広い小ユニで、慣れるとこれめちゃくちゃ使いやすそうだなっていうのは思いました。総括で言うとやっぱ僕こいつですね。はいはいはい、迷ったっすけど、僕の中でやっぱ浅めの土手低めの、うんうん、ザ・スラッカーっていう感じがすごくこうショート守ってる時との相性が一番いいなって。うん、またサードとかだったら変わるんだろうね。変わると、サードだったら多分こっち選ぶかなと思うんですけど、ね、今日はショートで受けたんで、ショートだとザ・スラッカー、うん、やっぱこれ一番しっくりきたなっていうのがあって欲しいなと思いました。OK、 ありがとうございます。じゃあ最後ぼっち寿司お願いします、はい、自分最近試合でこの DS1 使ってるんですけど、うんうんうん、まあ、使ってる理由が、まあ、草野球で本当に打球強くなってきて、はいはい、シングルで取る場面がもう8割を占めるんじゃないかってぐらいなので、とりあえず小ユニでまず取ることを重視して小ユニを最近使ってるんですけど、今日久しぶりに AR2 とか AR5 を使ってみたらやっぱ扱いやすいので、ぜひ皆さん購入検討してみてはどうでしょう。あれ東京支店の人やっぱ2人ともずっと、野手でスラッカー使ってきたっていう点で、はい、まあ、元々スラッカーって多分高校2人が高校の時とかまでってさ、あんまり深い方なかったじゃん。なかった、なかったっす。スラッカーといえば、ね、浅いで、まあ、そういうイメージがあって、で2人ともずっと野手やってて、はい、すごい今日参考になるなと思ったのは、やっぱスラッカー使ってる人って必ずね、ほぼほぼと言っていいぐらい低い打球は両手で手のひらのとこでしっかりと押さえながら取るっていうのを2人やってたんで、まあそれって逆にスラッカーの副産物だよねっていう、スラッカーだから、ね、あのやってきたプレーっていうのもあると思うので、まあね、そういったところで、まあ、スラッカーって趣味のね、名手の人たちが、すごい使ってるイメージがあるので、皆さんもね、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はあの大久保くんのね、久保スラの、はい、久保田スラッカー持ってきてもらったものをお借りして3人でノックしてきました。はい、この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアシャーン、イエーイ、イエーイ、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。